こんにちは、辻です。この動画を収録しているのは令和3年の9月の初旬です。さあ、6年生はもうすでに志望校別の特訓授業が始まったりと入試対策が始まっていますよね。今日は過去問についてお話していきたいんですが、過去問についての一般的なご質問に答える動画、実は以前、撮影してるんですよね。ですからその動画の URL も概要欄に貼り付けておきたいと思うんですけども、その動画ではどんなことを話したかというと、一つは過去問はいつからやっていったらいいですかっていうような質問ですよね。それからもう一つ、何年分どれぐらいやったらいいですか、学校によって違いますけども何年分やったらいいですかという質問も多いです。そして三つ目は、どういう順番で、どの学校からとかありますよね、どういうふうな順番でやっていったらいいでしょうか、こういう質問、この三つにお答えしています。ちょっとざっと復習しておくと、いつからというのはもう今から、今この9月この撮影をしてますけども、9月からやり始めていったらいいと思います。受ける学校は一つじゃないですよね。まあ一つだけ受けるという子もいらっしゃるかもしれないですけども、今多くの受験生は例えば前受け校というのを受けて、それから第一志望、第二志望、第三志望、そして抑えって言われる学校、この学校だったら多分今の実力だったらまず合格できるだろう、こういった学校まで取り揃えて、例えば5校6校受ける子も珍しくないですよね。そうすると、その何年分か何科目か分やると、かなりの日数時間が必要なんですよね。ですからかなり早い段階、今の段階から、例えば難関校は無理にしても受ける可能性のある学校の中から、優しいところ、偏差値の低いところからでもいいですよね。こういった順でやったらいいですよというようなお話をしています。それから2番目の質問なんですけども、何年分やったらいいですかというご質問。これは学校によって違いますが、例えば灘中みたいに、難関校は赤本の会社、過去問の会社が灘中の算数だけを20年分編集して書籍として出している、こんな学校もありますよね。確かに20年間大きくスタイルが変わってないし、やればやるほど練習になる。1日目の算数は処理力重視、2日目は解き方をがっつり書かせる、このスタイルが20年間変わってないということから、20年分練習すればかなり練習になる、こういった学校もありますよね。逆に例えば学校のスタイルが大きく変わった、共学化したとか、そういったことで学校名まで変わったっていう学校もありますよね。こういった学校は10年、20年遡ることができませんし、その前の学校の過去問をやっても全然今と違う、こういった例もあります。ですから目安として、例えば第一志望はよく過去問集を買ってくると5年分ぐらいついてますけども、それぐらいやっとけばいいかなと。で、例えば第二志望、第三志望、前受けって言われる学校、ね、とりあえず練習と言ったら言葉悪いですけども受けると、こういった学校に関しては過去問を全然見ずに受けるというのはさすがに避けたいので、1年分は軽く見てやっとくと、これぐらいにしておくと、こういうメリハリをつけてやっていったらいいというお話をしています。3つ目の、どんな順番でやっていったらいいですか、これも好みはあると思うんですけども、塾の先生とかね、聞いたらいろんな答えが返ってきますが、僕のおすすめはやっぱりいきなり難関校から始めるのもいいんですけども、少し解きやすいタイプの問題、中堅校ですよね。1校2校3校と受ける可能性のある学校の中にはいろんな学校があると思います。逆に例えばご本人の実力ギリギリの学校ばかりを揃えるのは受験戦略としてはちょっと危険ですよね。優しい学校というか、受かる可能性の高い学校も織り交ぜる。もちろん学校の校風とか、いろんな部分を見て納得できる学校から選ぶのはもちろんですけども、その中から、やはりちょっと解きやすそうな問題から始めて、そして徐々にレベルアップしていく。こういった解き方をお勧めしています。第一志望の一番新しい年度は、年が明けて1月になってからやるんだよ。こういうアドバイスをくださる塾の先生もいらっしゃるんですけども、まあ好みですよね。例えば時間がなくなってもうできなくなっちゃうということだけは避けたいですから、ですから綿密に予定を組んで、やりたい学校はきちんとやりたい年度分できる、その時間を今からね、カレンダー上で確保していくというふうに予定を立てていかれるといいと思います。以上が、まあ、繰り返し話すことになっちゃいましたけども、別の動画でご紹介している過去問に関する注意3つでしたけども、今日はその他に3つご紹介したいと思います。まず一つ目なんですけども、できるだけ本物の環境で解こうということです。本物というのは、まあ、別に実物学校から買ってきてもいいんですけども、本物を PDF にしてネットに上げて配信している四谷大塚の過去問データベースというページがありますよね。ここはいろんな学校の過去問をそのものですよね。本物を PDF にして、そして年度ごとに、まあ、ないものもありますけども、
国語の素材文とかは著作権の関係でないものもあったりしますが、算数とか理科とか社会、まあいろんな学校大体揃っています。ですからこういうところから本物の体裁のものをダウンロードして演習してみるということが大切です。どうして本物の体裁のものをやるのがいいのかというと、書籍として売ってるもの、これ後で言いますけども、解説がついてていいんですけども、サイズが違うんですよね。回答用紙とかも実際のものとはだいぶ小さく狭くなってたりとか、これぐらい余白があるんだなとか、逆にこれぐらい解き方の書くスペースがあるからこれぐらい要求されてるんだなとかね、こういうことが分かりづらいですから、やはり本物の体裁のもの、本物サイズのもので練習する、これを意識していただきたいと思います。さあ二つ目なんですけども、過去問解いて丸付けをして点数をつけた、あ、合格点に届いている届いてない、あと何点だ、こういった分析ももちろん大切なんですけども、模試と同じです。直しをちゃんとやりましょうってことですよね。で、直しの中でもちろん分かった問題、分からなかった問題、できた問題、正解しなかった問題とあると思うんですけども、やはり楽々できた、なんとかできた、それから分からなかったけども解説を見て答え合わせをした時にはなるほどって思った問題、解説を読んでもやはりわけ分からなかった問題ってあるんですよね。入試問題は普段の模試に比べてもそういう問題があると思います。ですからそういう色分けをちゃんとしておくと、僕はよく ABC で記号をつけようというふうにお子さんに勧めてますけども、楽々できた問題、これはもう分かった、できる、 A と。で、ちょっと難しかった、できたけど難しかったとか、いやできなかったんだけど解説を読んでなんとか分かった、なるほどって思った、これが B です。で、全然分からなかったし解説を読んでもわけ分かんないっていうのは C と。で、とにかく B の問題、これはできるようにすると他の学校でも同じ切り口とか同じテーマの問題出てくる可能性がありますよね。勉強になります、役に立つ可能性が高いですから、ぜひ押さえておきましょう。で、これに対して C の問題、例えばその学校のその年度にしか出なかった、もう繰り返し出る可能性が低い可能性もやはり難問鬼門にはあります。ですから自分なりに線を引いて、これは C だからとりあえずもう置いとこうと、 B の問題をちゃんとできるように勝負しよう、こういう作戦を立てて取り組んでいきましょう。さあ、そして3つ目です。これは先ほど冒頭に3つ目のうちの1つ目ですよね。本物の体裁のもので練習しよう。じゃあ市販されている過去問集は買わなくていいのか、そんなことはないんですよね。ぜひこれを入手していただきたいと思います。どうしてかというと、本物、例えば学校で購入できるもの、回答はありますが解説がないんですよね。それから先ほど申し上げた四谷大塚の過去問データベース、これも回答はちゃんときちんと揃っています。ですけどもやっぱ解説はないんですよね。なのでちゃんと解説のついたもので、さっきのテスト直しをちゃんとできる状態で取り組むと。ですから解くこと自体は本物でやるんだけども、過去問集ですよね、市販の過去問集で回答解説を見ながら、復習をすると、勉強のし直しをすると、より過去問を 100% 活かせると思います。それからもう一つは、過去問集にはデータが載ってますよね。例えばこの学校は何年度にどんな問題が出た、こういったことを一覧表にして載せてくれていたりします。そうすると、あ、僕の受けたい〇〇中学校っていうのは算数では数の問題が毎年のように出てるなとか、それから図形の問題がよく出ているとか、そういったことがわかりますよね。理科だったら生物の問題は毎年のように出てるけど、化学の計算は何年かに1回だとか、電流とか力学、テコの問題は同じ物理っていう範囲だけども変わる変わる交互みたいに出てるなとか、いろんなことが分かってきますよね。こういったデータをもとに、もちろん合格最低点とか合格者平均点、こういったものを参考にしながら自分の状況位置を客観的に把握しながら、問題を解きながら成長していくと。この何ヶ月間で過去問を題材に大きく成長します。ちゃんと直しをきちんとする、優先順位を決めて必要なものをちゃんと復習する、こういった使い方をすれば過去問、今点が取れてなくてもどんどん取れるようになっていきますから、ぜひ今の話も参考にしていただいて過去問に上手に取り組んでいただければと思います。この話が受験生である6年生、そして4年生5年生も来年再来年はこういうふうにやってほしいですよね。それからお父様お母様ご家庭の少しでも役に立てば幸いです。